皆さんこんにちは、おさぜん農園のおさむらです。前回の動画の時にですね、適来について少しだけね話させてもらったんですけども、やはりこの適来に関してはこの時期、特にこの1月の日照時間が短くて寒さの厳しい時期はかなり重要な作業になってきますので、もう一度ですね、適来について僕のね考えとともにお伝えしたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速なんですけど、適来に関してはそもそもなぜするかというのも着果負担といいまして、いちごの実をたくさんならすことによっていちご株自体が疲れてしまう、光合成できた糖分が一番に花とか実に行ってこっちにどんどん栄養を使ってしまって株自体がダメになってしまう、もしくはこっちに栄養を取りすぎて次の花芽が上がってこないということが起きまして、そういうことを避けてですね、連続的に株も疲れずにシーズン通して連続収穫できるようにするために行うものです。おさらいにはなるんですけども、例えばこれ秋姫の株なんですけどね、手元見てもらいましょうかね。だいたいですね、いちごってまず花がパッと咲きましたら一番最初超花房、超花ですね、一番最初に花が咲いて一番大きい実が一つできます。その後だいたいですけど、こう三つ股に分かれますね。三つ股に分かれつつ、もう一度こっからまたどんどん三つ股に分かれていく感じになっていきますね。でこれだけ見てもらうと、秋姫1個で、ここら辺に2個、3個、4個、このちっちゃいのも5個、6個、7個、8個、9個、10個、11、12、13、14、15、15個の花が咲くことになると思います。またここにも次の花芽も上がってるので、この花芽ですね、上がってるので、かなりこれずっと連続して花上がるんですけど、これ全て取ってしまうと相当なエネルギーが必要になってしまって、3番果に影響出たり、もしくはその次の4番果に栄養がいかなくなって、4番果が飛んだり、要は連続収穫できなくなるっていうことなんですけど、あまりにも2番とか3番に栄養を取ってしまうと次の花芽のところの栄養にいかなくなって4番が取るってことが起きるので、結局でバランスなんで、2番全いっぱい取りすると3番が取って4番が減るとかなるんで、2番落とすことによって3番も普通に取れて4番も取れる、そういう感じで連続的に取れるようにするのがポイントですね。この15個の花をどれだけ取るかなんですけども、実はですね、何個取るかっていうのはある意味決まってないんですよね。葉かきとかやったらね、古い葉っぱはね光合成しないから取りましょうとか、ランナー出てきたらランナーっていうのも不要やから取りましょうっていうふうにすぐ分かるんですけど、適来に関しては何個取るかっていうのは正解はないです。ですから別に適来せんでもいいやんいう方もいらっしゃって、別にそれはそれで間違いではないです。そもそも前提として株疲れしないっていうふうに言ってますけど、株が健全で株疲れしないハウスであればもうする必要はないんですよ。もう適来せずにいっぱいならしてもどん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 いちごから出題してきて実がちょっと取れるよと、で粒も大きいよと言うんであれば全く適来する必要ないんですよ。それが一番ベストなんで、それを目標にしてもらったらいいと思うんですけど、例えばうちの場合ですと何年か前にも適来せずにたくさん鳴らした時があったんですけど、僕たちがまだまだ未熟な部分があったと思うんですけど、たくさんこれを実を鳴らすことによって3番までは良かったけど4番飛んじゃったとか、もうどっかで止まっちゃったとかっていうのが起きるので、僕はやっぱ適来した方がいいかなっていう判断です。雑学になりますけど、光合成量がやっぱ大事だと僕は思ってまして、光合成するために何が必要かって言ったら理科でも習ったと思うんですけど、水と二酸化炭素と光で光合成すると思うんですけど、光の部分っていうのは実は栽培されてる地域によって全く違うんですね。この京都の南のエリアと僕の知り合いがしている福井県の北の方を比べた場合、毎日の日照時間が全く違います。福
詳しくはね、気象庁の日照時間とか調べるところがあるんで、そこ見てもらったら毎月の日照時間、まあ要は晴れた時間ですね、1年間通しての晴れた日数、日照時間が出てきますよ。でそれを見てもらったら全然違うと思いますし、この京都と、まあ、僕が勝手に日照時間が高いと思ってる静岡県とか愛知県の沿岸部とか宮崎とかね、要は太陽がたくさん降り注ぐってことは、それだけ光合成量を高くできるっていうことなので、もしかしたら宮崎とかやったら適材がいらんっていうふうになるかもしれませんし、逆に福井とかやったら僕たちが言ってる数よりももっと適材する人があるかなということになりますので、まあ、今お伝えしている情報はあくまでうちの農園があるこの地域で連続収穫するためというふうに思ってもらえたらいいかなというふうに思います。では適材していきましょうかね。これを適材していくんですけど、簡単に覚えててもらいたいことが一つあって、いちごの実の大きさというのはもう花の咲いている段階で決まってます。あとヘタのこの大きさによってもういちごの大きさが決まってるんですよ。これすごいいちご大きいです。その次これが大きいです。でこれも大きいですよね。でその次これかな、で最後これっていう感じ。サイズで言うとこれが 3L、 2LA、L、M ぐらいの形で大きさは変わってくるので、例えばいちごの出荷先で M がたくさんいるところがあったら M は残さないといけないし、L がたくさんいると思ったらこの L は残さないといけないしとかっていう、もし観光農園じゃなくて出荷ベースでされている方はそういった形で残されたらいいと思うんですけど、僕たち観光農園のみで考えているところはある意味 M あんまりいらないんですよね。やっぱ大きいいちごの方がわあ大きいというふうに驚かれてね、喜んでいただけるので、なるべく大きいいちごを作るようにっていうふうに考えると M のサイズは取ります。ってことはこのサイズのでつぼみを取っていくという流れになります。で一回取ってみますと、ここやったらこれですね。でこれ多分 L サイズ、これ 2LA、 2L ぐらいですね。でここで言うとこれがね L なのあるんで一旦置いときますね。でここか、ここやったらここのこれちっちゃいですよね、これ取ります。ちょっとこれで見てみましょうか。これで数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 なんですよ。でこの株だけ見たら結構元気やし、これでもいいですし、もうちょっと取ろうと思ったらこれ L はもういらんと思ってこれとこれかな、僕やったらこの実つぼみとこのつぼみ取っちゃおうか、取っちゃいます。これで10個、これぐらいしとけばねもう株遣いほとんど起きませんし、3番も同じ感じで上がってくると思います。で今取りましたけど12個でも全然大きいイチゴができるかなというふうに思います。でこれもこの株やったらこの10個ぐらいでも全然余裕ですけど、株の元気さによって変わります。例えばこの隣の株、葉の大きさもちっちゃいですし、株自体元気ないです。あとクラウンも細いってなると、やっぱり見てください、失礼してる実が4つですね。こういう場合もたくさん取っちゃいます。これも見てください、もう株もすごく元気やし、次の3番も上がってるので、これはかなり適材しといた方がいいかなって感じなのでしちゃいます。でさっきも言った通り長花とかね、この辺大きい実ができるので置いといて、つぼみが小さいやつ、こういうやつとか、まずですよ、こういう小さいやつ、はい、ちょっと少しですけど、ちょっと待って、はい、いきますね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11個か、まあ、ちょっと多いですね。もし取るんやったらこれもう1個ぐらいここ取ろうかな、これで10個っていう感じですね。っていう感じでこれとか見てもらうと、小さいものから順番に取ってもらって、これとかやったら L なんですけど、まあ、L が
他にもイエローがたくさんあって、まあ、ちょっと次の花も曲がってたらもうこんなの取っちゃおうかなみたいな、まあ、これ残してもでも全然いいです。 L になるんでね。でこれとか M のやつはまあもう取ってもいいかなみたいな感じです、はい。そういうことを考えながら、まあ、株を見ながら取っていくんですけど、今取っちゃいましたけど正解ありません。取ったけどこれ残しておいてもめちゃめちゃ元気かもしれませんし、逆にこれ取らなさすぎて4番弱ってしまう可能性もあります。これはですね、株によっても全然違うので、皆さんのハウスの正解の適材数みたいなものをね、探されたらいいと思います。例えば今とかすごい花満開やったらね、このレーン8個にしましょう、反対側10個にしましょう、12個にしましょう、適材 しないでおこうとかっていう風に栽培していく中で実験をねされて、8個やったら元気やな、10個でもまだ元気やな、あでも12個なったらちょっと3番弱いな、適材シーンがあったらもう全然あかんやなとかっていう風なことが分かってくると思うので、最適な適材数の見極めていかれたらいいのかなというふうに思います。適材するタイミングについてなんですけども、もともとね、まずつぼみってこういう感じで花から上がってきますね。最初ってこうつぼみがね詰まってるんですよ、ギュッと、わかります？つながってたりして、これでね適材するとね結構手間でかかるのと、こことか取ろうかなと思っててえいってしたら全部取れてたりして失敗するんで、僕たちはこれではね適材はしないんですよ、はい。でこれをもう少し放置しておくとこうなりますね、こういう感じで超過房も満開で、でこうなって3つまたなってきてるんですね。こうなってきたらやり始めようかな。でもねちょっと置いてます、こっからまだちょっと置くとこうなります、見えますか、こういう感じでね。ここまで行くともうすっごく分かりやすくて、あこれちっちゃいな、これちっちゃいなとかね、すごい分かりやすくなるんで、これぐらいまでつぼみがこうパッと満開になってから手入れした方がやりやすいですね、うん、でミスも起きにくいっていう感じで思ってます。で適材もね結構個体差によってやってる株とやらない株が分かれるんで、何回も何回もぐるぐる回ることによって見忘れも正直なくなりますし、作業も結局早くなるのかなというふうに思ってますね。だから開き切ったら適材をするということでやってます、はい。あとは品種によって上がってる花の数が違うんですよ。秋姫は15個ぐらい上がってますけど、紅ほっぺとかとこもうちょっと少なくなりますね、12個ぐらいしか満開にならないので、優先順位的には先に秋姫をしっかり適材して、その後紅ほっぺとかおいしいベリとかっていう形に流れて多いとこから順番取るようにしてます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今年はですね各地、平年よりもですねだいぶ寒さの厳しい年になっておりまして、重大も高い中なかなか栽培は難しいスタートになっておりますが、しっかりですねこの時期に実は少ないけども手入れをねしっかり回って、2月3月以降ですね日照時間が長くなってきたらいちごたくさんできますので、その時にはね万全の体制で収穫出荷とかをですねできるように今の間にしっかり手入れを進めてもらったらいいのかなというふうに思います。以上で本日の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。